鬼門遁甲は中国古来より伝わる戦術の一つです。これは太一式、陸陣式と並び式戦という占いの分野における三大戦術のうちの一つ。どうした？別に何でもないです。どうして真面目に授業を受けないの？だってつまらないでしょ、こんな授業。友達申請？俺に声かけてくれるなんて嬉しいな。どこの誰だろう。あっ、マジか！かわいい。すげえかわいい子ちゃんじゃないか。この写真から推測するに、実物も80点以上あるな。よし、承認っと。嘘、これって、俺、誘われちゃってんの？ソランよ、お前は最近運が悪くて。スケベ王子というのは俺のことだぜ。王子様。あんた思ってた以上にちょろいわね。今時こんな単純な罠に引っかかっちゃうなんて。マジ偉人なのか。お前が偉人なら。何よ。お前が偉人なら容赦しねえぞ。頭数が多いからって俺がビビってると思うなよ。だってもううるさいな。お前は、僕たちはあるものを探してるんだ。俺は何も持ってねえ。お前のじいさんの遺産だよ。遺産？じいちゃんの？そんなの知らねえよ。俺を解放しろ。うるさいって言ってるだろ。お前の話なんて聞いてないよ。ほんとイライラするな。まあお前の意思なんてどうでもいいんだ。そういえば、ほほ、彼に一体何したんだ？別に。まあいい。しかし彼を助けるにしても厄介だ。老寮に夏か、それに小生ガンシー術者までいるとはな。さすがに不利な状況だな。こんばんは、ジョさん。私ずっとあなたのこと気になってたの。デートだったらもっと楽しいだろうけど。でも女の子と二人で来るなんて釣れないじゃない。そんな子ほっといて私と遊びましょうよ。断る。その釣れない態度そそるわ。ほん、楽しみましょう。あんたたちみんな死んでもらう。物騒な世の中を生きていくためには常に保険をかけておかないとね。こんな展開になるとは思わなかったけど、前世の仲間になった記念にあいつら片付けてやるわよ。ふん、簡単にはいきそうにないか。夏か、
君とのことはまあそのうちにな。今日はチョウソランを連れ戻しに来ただけだ。おとなしく返してくれればお前たちのことは見逃してやるよ。冗談でしょ。そんなのお断りよ。そうか。できれば君とは戦いたくないな。骨削あのジョさんってやつ何者なの。このお姉さんもすごいわ。かっこいい。当たり前じゃん。姉ちゃんは前世四妖人の一人なんだぜ。格が違うんだよ格が。やっぱり前世の仲間になってよかったわ私。参ったな。こっちはもう打つ手がないな。ふん。猿うっ早く立って。何してんの？どうしたソラン君、大丈夫か？あ、大丈夫です。うん、なんともないです。やっぱりそういうことか。はっ！おじいちゃん少し出せるようになったよ。すごいでしょ。やりおるの。やっぱり僕って天才なんじゃない。じいちゃん、さてそれはどうかの。ソランよ、おごりて滅びざる者は未だこれあらざるなりじゃ。じいちゃん、自分の力を過信してはいかんぞ。思い上がっていてはいずれ災いが己の身に降りかかってくるもんじゃ。少しはできるようになったと思ったんだけどな。千里の道も一歩からじゃ。焦ってやったところで良いことなんて何もないぞ。じいちゃん、いいことってさ、いつ起きるのさ。前に悪いことばっかり続いた後はいいことが起こるって言ってたじゃん。いいことなんて全然ないよ。そうじゃな。良いことよりも悪いことの方が多いかもしれん。かといって自分から良いことのみを追い求めてはいかんのじゃ。そういうものは自然としておれば、おのずと手に入っておるもんなんじゃ。ソランよ、お前は将来大変な目に遭うかもしれん。まあそうじゃろう。人間誰しも嫌な目には遭いたくないもんじゃ。しかしな、それはお前の宿命かもしれぬ。わしの犯した罪を清算できるのはお前かもしれぬ。わしの罪、そのせいでお前には苦労をかけておる。きっと将来嫌な目にも遭うじゃろう。じゃがな、それは絶対にお前のせいじゃない。わしのせいじゃ。じゃからそういう時は人を恨んではならんぞ。このじいを恨め。じいちゃんを恨むなんてそんなの僕にはできないよ。お前のような孫がいてわしは幸せ者じゃ。大丈夫じゃ、きっと良いことはある、しかし悪いことばかりだとしても腐るではないぞ。わしだけはお前の味方じゃからな、ソラン。じいちゃんの嘘つき、死んじまったら何もできないじゃねえかよ。ほうほう、彼のことは任せたぞ。わかった。でも一人で大丈夫？ああ問題ない。夏か、チョウソランはいただいていくぞ。返してはもらってないから、さっきの約束はもうなしだ。お前たちは逃がさないよ。姉ちゃん、これはまずいよ。一体何なのこいつら。おとなしく捕まってくれないかな。
逃げるんだ。え、早く車に乗れ。どこ行くの。遅かれ早かれ君と…とはいない。あんたがついてないっていうのは運が悪いんじゃなくて、これって俺を慰めてくれてるのか。馬がバカだからよ。そういうことでもないが、今日はもう帰ろう。こいつはどうする。寮に連れて帰ろう。ほうほう、悪いが明日の朝。何なんだろうな、俺の人生って。祖父も君の父も、そして超空、君も偉人だ。偉人って何なんだ。じいちゃんもちゃんと教えてくれなかったんだ。超能力者ってこと。そういう捉え方も間違ってはいないが、それだけじゃ正解とは言えないな。例えばさっき荷物を運んでたやつ、普通の人間と比べるととてつもなく力が強い。だがそれだけでは偉人とは言えないんだ。普通の人間が操ることのできないエネルギーを扱えるかどうか、それこそが普通の人間と偉人を区別するものなんだ。我々はこのエネルギーを気と呼ぶ。